12月です。この動画はご覧のスポンサーの提供でお送りします。こんにちは。ベルト着用サイン点灯中、並びにお座りの間は常にシートベルトをお締めください。 Please keep your seatbelt fastened whenever you are seated. 外す場合は金具の片方を持ち上げてください。 To unfasten, raise the flap. 距離100、道の駅あり。はい、皆さんこんにちは。顔は肝面、声はNHK 人生は巨大迷路、インターバン6304です。今はですね、新名線清和温泉駅の裏にあるですね、道の駅清和温泉ルオントに来ています。この次の駅が清和駅ですね。清和の集落の中心に位置をある、そういう駅でございます。この辺りまで来ると、まあ、田んぼもほとんどなくなって、そば畑ばっかりになりますね。まあ今日のですね、日付が何日だったっけ、6月の15日ですね。6月の15日になります。まあ、北海道もね、もうようやくそろそろ夏と言える時期になってきたかなっていう時期で、まあ、草の丈もだいぶ伸びてはいるんですけれども、まあ、今回新名線とふるさと金河線と杉沢村で投票を行って、得票の多い順に調査をしていったんですよ。もちろんですね、パンダマジ、しかも早いパンダ来た、怖いな、これだからね、この国道275号はバカにできないんだよな。そう、ほんとね、ほんとバカにできないな。それで、そう、視聴者投票の結果に基づいて、1位の夕張鉄道はいい式にやったんですけれども、その他の3つはですね、視聴者投票に基づいて撮影順を決めまして、杉沢村はね、ゴールデンウィークに行って、これはもう、ね、完璧に隅々まで、私有地はちょっとやめましたけども、隅々まで撮影できました。それでその次がですね、ふるさと金河線、これもまあまあ撮影うまくいきました。で、今日の新名線、そして西洋の集落に入ってきました。一応それなりに車が止まっていたり家があったりはするんですけど、駅ってのがこれじゃないな、どこなんだろう、駅ね、これの次ぐらいかな、ここ、いや違うな、やっぱりさっきのところが駅か。ちょっとね、ナビにも載ってなくて分かんなかったんですけど、やっぱりね、さっきのところが駅だな。元はね、これ U ターンだ、 U ターンして1回戻って、でもうあれか、ナビにも道が載ってないレベルになってるんだ。なんかね、駅舎を改装した物置のようなものがありましたね。ここに、この黄色は廃北連ガソリンスタンドでしょうか、で石造りの蔵、これが多分ね、昔の駅前通りで、このトラクターとか止まってるところがですね、おそらくは昔の駅舎、これなんか2010年までこの建物が食堂として使われていたということですが、今は完全に農家に買い取られて私有地になってるっぽいですね。とは言ってもですね、外観だけでも建物が残ってるんで、まあ残されてる方かなとは思います。これで何分経過した、もうまだ何分も経ってないんじゃないかな。とりあえずね、
はい、旧 JR 新名線清和駅の後にやってきました。この農業用倉庫というかですね、トラクターが置いてあるこの建物がもともとは清和駅の駅舎だったんじゃないかなと思います。駅の横には、倉庫がありまして、でこっち側にもですね倉庫がありますんで、やっぱり倉庫があるってことはここが駅の跡なんじゃないかなと思います。駅はね、完全にこっちから見たら原型をとどめていないですね。ここ駅があったって知らないと気がつかないかもしれないですね。反対側回ってみたら何かあるかな、何もないかな。いやもうだいぶ草が深くてね、もうどこからどこまでがホームの跡なんだ、さっぱしわからんという状況ですね。いやこの間の銀河線からそんなに引いたってないと思うんですけれども、草の丈は 1.5 倍ぐらいになってますね、銀河線の時に比べたら。今いるあたりが線路跡ぐらいでしょうかね。そしてこれが駅舎跡と。一応それなりに残ってるけど、正面から撮ったやつとこれとどっちにするか後で見比べてみようかなと思います。なんとなくね、この奥の方とか見たらね、これはただの農機具置き場ではないなっていう感じはするんですけど、マニアじゃなかったら分からないし分かりたくもないと思います。はい、それでは次行きましょう。